じゃあですね、ちゃこちゃんちょっと外でまた抱っこしてみようか。はい、ちゃこちゃん。最初にさ、ケージの扉を開けて、じゃあ外出ようかみたいな時はやっぱり最初は逃げちゃうね。で、なでなでを続けてると気持ちが良くなってくるね。ってことはそうか、譲渡会でケージ変わるとやっぱり最初はこんな反動なんだな、やっぱ、うん、でビビっちゃったらその印象がついちゃうね、うん、どうしても譲渡会に行こうんだ。譲渡会でリラックスしてる子もいるんだけどね、うん、そういう子はどういう風にしてきてるのかな、うん、はい、はいはいはい、シャア言った。アイちゃんもあんなにおてんばさんで、うちでは甘いもんなんだけど、ちょっと今日は怖かったね。これさ、やっぱ朝昼晩ぐらいやっとかないと、昨日朝やって昼も夜もできなかったのね。で今朝またやるとちょっと記憶が薄れてて逃げたので、やっぱちょっと頻繁にやらないとダメだな。はい、大丈夫大丈夫。大丈夫でしょ。ちゃこちゃん。
をふっと抜いて大丈夫かなと思ったら自分で戻っちゃった。でもまたちょっと一からだな、今日の感じだと一番最初に出た時ぐらいな感じ。はい、大丈夫。はい、大丈夫、大丈夫。どうした、どうした。大丈夫よ。慣れるのが早い代わり、昨日起きたことも忘れるのは早いんだね。だいぶ馴染んだなと思っても、間が空いちゃうと忘れちゃうんだね。またちょっと怖くなっちゃうね。年がら年中慣れないと。はいはい。はい、いい子だね。はい、ご飯だよ。
はい、どうぞ。ごめんね、遅くなってね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ちゃんとカリカリも食べてね。